おはようございます。おはようございます。いや、ご活躍で皆さん、いやー、特に七瀬ちゃんなんて、七瀬ちゃんなんか、まあこれは朝の番組ですけれども、はい、まあ七瀬ちゃんといえばやっぱりね、これじゃないですか。そうですね、 YouTube とかね、まあ夜ね、はい、ご活躍でございまして、なんか聞きましたよ、はい、そうなんですよ、イベントをされたと。日曜日にイベントを開催してきました。なんでしょう、どうぞ。はい、こちら東京カルチャーカルチャーという場所でスナック七瀬開店してきちゃいました。どういうイベントなんですか。これは私がこうステージに立ってファンの皆さんが食べ飲みしながらこう一緒にイベントを、なるほど、まあだから飲み会だよね、はい、まあそうですね、結局ね、簡単にみんなで飲もう、はい、でゲストにAKB48 の先輩の大谷静香さんを招いて2人で、もう普段から本当に仲良くてしょっちゅう会ってるんですけど、初めてのゲストで乾杯しました。皆さんと一緒に、もう本当私これがずっとやりたくて、夢が叶った一日でしたね。で、まあ、似顔絵対決をして、これ大谷さんの顔を描きましたどっちもひどいねいや、私 も水木しげるじゃん本当にしーちゃんも意外とね、これカラオケしたんですけれども、AKB48 卒業してから、こういう風にファンの皆さんの前でカラオケをするのはちょっとね、どうしようかなって思ったんですよ。でも皆さんすごい喜んでくださって、コールも、してくださったんですよ。すごい大盛り上がりでした本当にで皆さんこうやってカメラも ね、 本当だね、撮っていい写真たくさん撮ってくれたんですよ。本当にね、盛り上がりましたね。すごい、すごい、面白いね。ペンライトもありがとうございます。まあね、またイベントがあったらぜひ二人も来てください。あ、行きたい行きたい。そして、あ、そうだそうだ、大谷さん結婚されたんですよね。サプライズでお祝いしたんですよ。そしたらすごい喜んで泣いて喜んでくれて大成功でした。皆さんもありがとうございます。ちょっと待って、ケーキをね、このケーキ美味しかった。フルーツたくさんですね。初めての共同作業も旦那さんじゃなくて初めて七瀬ちゃんが撮っちゃってるじゃない。いやー、いい写真たくさん撮ってもらいました。素敵。本当に1回目だったんですけど、これもう酔っ払ってるんでしょって思うじゃないですか、うんうん、私もう進行とかに必死で2口しか飲めなかったんですよ。あら、そうかそうか、もうその飲んでるとこじゃなかったんだ。もう結構テンパっちゃって、あ、次なんだっけとか思って台本とか見てたら2口しか飲めなくて、だから次会ったら、まあ、3杯は飲みたいですね。めちゃめちゃ飲みたい。ああいうイベントはね、飲んだ方がいいのよ。なんでかっていうと、はい、そう、飲むとお客さんも飲んでくれるから店の売り上げ上がるっていうねそういうことできたら飲んだ方がいい。売り上げ意識で、楽しさもやっぱ飲んだ方が楽しくなりますし ね、 そうだね。いやいや、ちょっと行ってみ、次回、俺も次回ちょっとゲストとして参加させてもらって、第2回、まあ、だから飲み会だから2次会か、2次会ちょっとね、行ってみたいですねぜひ、ね、楽しそうでした。またあれば来てください、うん、はい、やるでしょ、ね、お客さん皆さんもね、ぜひ来てみてください、はい、ぜひお待ちしてます、はい、ありがとうございます、はい、さあということでお天気です。まずは外の様子です。